ヒンディー語、ヒンディー語、ヒンディーはインドの主に中部や北部で話されている言語で、インドの憲法では連邦公用語としている。インドで最も多くの人に話されている。言語においては、ヒンディーのみで言語を表すため、合付する必要はないとも言えるが、カテゴリーを明示する日本語の慣習に従って、ヒンディー語と呼んでいる。なお、宗教を表す、ヒンドゥーを用いた、 ヒンデゥー語は不適切である。なお、ヒンディーはヒンドーの形容詞形である。本来、ヒンドーとは、インダス側、シンディーに由来し、ペルシア語でインドを意味する語であった。インドを統治したイスラーム系の王朝がペルシア語を公用語としたために、ペルシア語に対して、インドの言語の意味でヒンディーと呼んだ。歴史的にヒンディー語という名称は、 デリーを中心とした北インドの言葉を指す語の一つであり、この言語の呼称としては、ヒンディー語、ウルドゥー語、ヒンドゥスターニー語、ヒンラビー語、デフラビー語などの語が同義語として用いられてきた。19世紀になると、ヒンドゥー教徒の標準語を作ろうとする政治的、社会的な動き、イギリス領インド帝国で生まれ、19世紀末には、ヒンディー語という呼称は、 イスラム教徒の言語とは異なるヒンドゥー教徒の言語を意味するようになった。一方で、ウルデュー語はイスラ教徒の言語をヒンドゥスターニー語は両者の混合体、または両者の総称を意味するようになった。現在、ヒンディー語と呼ぶものはインドの公用語である、標準ヒンディー語を指すのが普通である。ただし、ウルデュー語や両者の混合体を含めてヒンディー語と呼ぶ場合もある。 ヒンディー語は人工言語であり、インドアーリア語派に分類され、隣国ネパールで話される、ネパール語などとも禁煙関係にある。ウルドゥ語とは基本的な語彙や文法がほぼ共通しており、言語学的には同一の言語の2種類の標準化である。歴史的にはデリー一体の言語をもとに、ペルシア語、アラビア語からの強い影響を受けて、ウルドゥ語がまず成立し、 南アジア全体に広がった。その後に、ヒンディー語がアラビア語、ペルシア語系の高級語彙をサンスクリット由来の高級語彙で置換させることによって成立した。なお、ヒンディー語にも基本語彙中にはアラビア語、ペルシア語の語彙がかなり多く存在している。日常生活では、両言語の中間的な言語を使用しており、両者を総称してヒンデスターニー語と呼ぶこともある。 現代ヒンディー語はインド英語とも影響しあって変化を続けている。インドでは憲法の351条でヒンディー語の普及を連邦の義務としており、連邦の公用語をヒンディー語に統一する運動を進めているが、特に南部のドラビダ語圏で反対が強く、反対運動に伴い死者を出す騒動も発生した。このため年の公用語法で英語も 公用語として使われ続けることになった。ヒンディー語には10種類の母音がある。a, i, u の3つは短く、e, o, ai または au の7つは長いが、長さだけではなく、超音そのものが異なる。ヒンディー語では微母音が発達している。死因は以下の通り、素粒子多音が発達していることと、超音維持を等しくする破裂音に無声無気音。 無声体気温、有声無気温、有声体気温、息漏れ声を持つ、有声シーンの四種類があることは、サンスクリット以来変わらない特徴である。括弧内に記したシーンはサンスクリットからの借用語に現れ、やはり N と区別されないことも多い。強制は、音韻的な意味を持たない。祖母型で、形容詞や名詞が修飾する名詞に前置され、高知詞を持つなど、 基本的な語順が日本語に似ている。名詞は男性名詞と女性名詞からなる。アラビア語からの借用語については、本来の性とは無関係に性の区別を行う。例えば、本はアラビア語では男性だが、ヒンディー語では女性。数に単数と複数があり、格は自家格、社格、主に高知詞と共に用いる、個格、人間の身がある。 俗格の高知詩は、就職される名詞の性、数、角に応じて、形を変える、男性単数字価格、それ以外の男性、女性。同様に形容詞も就職する名詞と、性、数、角の一致を行うが、不変化の形容詞もある。ヒンディー語の動詞は、インドヨーロッパ語族の他の語派の言語と異なり、コピュラのみが、時性、認証、数による変化を行う。 通常の動詞は純動詞、不定詞、分子形のみを持ち、これとコピラを組み合わせることで様々な時制、アスペクトを表す。官僚時制では、他動詞の主語が、脳核助詞を取る、分裂脳核。自然言語としては、ヒンディー語は、インドアーリア語派の中央語群に属するが、どこまでをヒンディー語に含めるかは、様々な立場がある。もっとも抗議には、 ヒンドースターン平野で話される多様なインドアーリア語派の諸言語を指し、ラージャスターン語やビハール語を含むが、これは言語学的な分類とは言い難い。インドアーリア語派の中央語群をヒンディ語群とも呼ぶ。これはさらに2つの地域に対別される。インド憲法ではデーバナーガリーを用いることを規定している。インド国内の公共表示では、 英語式アルファベットに順じたラテン文字表記も併用されることが多く、これはアラビア文字系のウルドゥ文字で表記されるウルドゥ語の和者と文書で一疎通する際などにも多く用いられる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。